2011年3月17日、震災に関するいい話のコピペを貼っていくスレより、募金編。ファミマに行ったら、聞こえてきた、高校生くらいの、ドキュンぽい男子の会話。やべえ、300円も募金しちゃったわ。俺の今月、残り100円もないわ、マジやべえ。無理すんなよ、俺、財布に残ってた500円玉、募金したから空っぽだわ、マジやべえ。三沢かよ、と思ったけど、日本終わってない。子供が、お菓子を持って、レジに並んでいたけれど、順番が近くなり、レジを見て考え込み、レジ横にあった募金箱にお金を入れて、お菓子を棚に戻して出て行きました。店員さんが、その子供の背中に向けてかけた、ありがとうございます、という声が、震えてました。バイト先に、若いお兄さんたちが軍団でお酒を買いに来たんだけど、その中の一人が、やべえ、俺、お酒のためにしかお金持ってきてないから募金できん。ちょっとこれ買うのやめるわ。って言って、商品返品して、そのお金全部募金してた。お友達も続々と募金してて、すごい感動した。すごいよ。ご多分に漏れず、職場でも、募金箱を設置させていただいたのだが、買い物に来た子供たちが、自分のわずかな小遣いの中から、当たり前のように、お金を募金箱に入れてくれるのを、目の当たりにし、めちゃめちゃ感動した。決して褒めてもらいたいわけでなく、本当に自然に、本当に純粋な姿だったことに、心が震えた。募金箱の前にて、幼稚園ぐらいの男の子と母親の会話。貯めてたのに本当にいいの？ 3DS 我慢する。これで、自身の人の家建てる。と言い、お年玉袋から、5000円を寄付。偉いね。地震の人、これで寒くなくなるね。男の子、思わず号泣。後ろにいた私、大号泣。これを見た俺、大号泣。